まあ、ざっちです。今、蒙古タンメン夜ご飯で食べてたんですけど、なんかだんだん、なんか食う気分じゃねえなってなっちゃったんですよね。なんで、この蒙古タンメン、このままだと残してしまうわけじゃないですか。でも、それは良くないわけですよね。で、蒙古タンメン何が美味しいかって言ったら、熱くて辛い。だから、とっても美味しいんですけど、美味しいんだけどね。今はそういう気分じゃないんだよ。ごめん。でも、この蒙古タンメン、無駄にしたくない。じゃあ、どうしたらいいかなと思ったら、この蒙古タンメン、一回冷蔵庫で冷やしたら、なんか新しい世界が切り開けるんじゃないかなって。世界を変えよう。ルルーシリ。ブリタニアです。世界の終わりで生まれた光、今風の中、優しさだけじゃただパパ奪われたのは何だ、変わらない世界で Only please don't hear 砕け散った夢。とりあえず1時間待って食べます。おやすみなさい。はい、ということで気づいたら3時間くらい経ってました。はいはい、もうスープがない。ひっくり返したの落ちてこないですねなんだこりゃ。でもこれで美味しかったら、もう新たな大発見、令和最初の大発見ということで、僕はもう文部科学省を受賞し官房長官になります。それではいただきます。冷やしただけなんで、蒙古タンメンの味は全然するんですよ。辛味がちょっと減った感じしますね、やっぱ。まあ、美味しいか美味しくないかで言ったら、美味しくないです。完食しました。あったかい時より辛味がだいぶ減ってるんで、下痢はしなくなると思います。なんで、下痢したくないけど、蒙古タンメン食べたいけど、猫舌だから嫌だなって方は、蒙古タンメンぜひ冷やして食べてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。タラ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 。おう。これで終わると思ったかということで、夜勤明けです。ありがとうございます。癖っ気の癖がここまでかっていうくらい、癖ってる。これを見ろ。冷やし中間。中間、冷やし中華。こいつは冷やして食べるのが美味しい冷やし中華だが、でももしかしたら冷たくてお腹を壊すやつがいるかもしれない。ちなみに蒙古タンメンを冷やして食べたら、次の日余裕でお腹壊しました。だから今からこの冷やし中華を温めて食ってやる。よし、今から温めていくぞ。じゃあぞ、温めちゃう。思ったけどさ、これさ、順番逆が絶対良かったよね。冷やし中華温めた後蒙古タンメン冷やした方が絶対順序的に良かった気がする。冷やし中華温めるって意外といろんな人やってるからね。うん、絶対順番逆だったよね。やっちゃったよね。このあったかい冷やし中華はどんな味がするのでしょうか。いただきます。うん、おー、あれですね、温めたことによってコンビニの冷やし中華って麺がまとまって固まってるんですけど、結構ほぐれますね。問題の味は別に冷えてる時とあんま変わってないし、全然普通にうまい。何やねん。普通に美味しいんだったらなおさら順番逆だったよな。絶対最初に冷やし中華温めた後蒙古タンメン冷やした方が良かったよな。ごちそうさまでした。とても疲れましたね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。おめえ何やバカめ、これで終わると思ったか。今ここには心が完全に冷え切ったただの社畜沢流星がいます。もう全人類が一斉に石につまずいてこけてしまえばいいんだ。全人類が一斉にお腹痛くなって下痢してしまえばいいんだ。全人類が一斉にローションと間違えて液体のりをチンチンにこすりつけてしまえばいいんだ。もう嫌だ、俺の心は冷え切った。もう嫌だ。さあ、こんなただの一般社畜沢流星をどうやったら温めることができるのか、ここに熱湯があります。この熱湯を僕の体にかければ、もしかしたら僕のこの冷め切った心を、温かい心を取り戻して、愛と勇気だけで友達、元気100倍アンパンマンになるかもしれないです。それでは早速熱湯を僕の体にかけていきましょう。バーチャルネットワーク、フェスショー TV、 ポケットモンスターファーストジェネレーション。Shut up! Let me down! Let me down!